バンサン・ランドンは、フランス・オード・セーヌ県、ブローニューイコール・ビアイクール出身の俳優、アラン・レネのアメリカのおじさんに衣装アシスタントとして参加。後に渡米し、帰国後は、フランスのルマ・タンシの記者として働きながら、俳優を志すようになる。1983年、レフォコンで映画デビューを果たし、その後多くの映画に出演する。これまで、 セザール賞の主演男優賞に1992年、女と男の危機、1999年、マプティオントラプリーズ、2007年、スクイリーステント、2009年、君を思って、海を行く、2012年、母の身じまいの5度ノミネートされていた。2015年、自身の出演作、シャンボンの背中、母の身じまいで監督をした、ステファヌブリゼ監督作、 ティエリー・ドグルドーの憂鬱で第68回カンヌ国際映画祭コンペティション部門に出品され自身が男優賞を受賞する。翌年の第41回セザール賞でも6度目のノミネートで自身初となる主演男優賞を受賞する。カロリーヌ・ドモナコと交際した時期があったが、1998年に俳優サンドリーヌ・キベルランと結婚し、数名を設けたが、 2008年に離婚。その後、キアラマストロヤンニヤオーレアティカと交際していた。ありがとうございます。